日本車。日本車とは、日本で生産される自動車、日本製自動車、もしくは、日本を本拠とするメーカーやブランドが販売する自動車、日本ブランド車のことである。日本国内では、国産車とも呼ばれる。日本車の特徴は高品質にある。新興市場14地域におけるイメージ調査では、質が良いと思う日本製品として、日本車が挙げられている。 信頼性、安全性等を考慮した、米消費者団体の調査でも、推薦車種に、日本車が挙げられることが多い。また、信頼性の高い車種、燃費の良い車種でも日本車がリードしている。アメリカの自動車耐久品質調査において、レクサスが1995から2008年まで14年連続で、トップだった。米国環境保護庁の2009年燃費ガイドによれば、 クラス別年費ランキングのトップは40社中13社が日本社であった。2008年、日本の年間自動車生産台数は1156万台で、世界第1位であった。2008年、日本の主要自動車メーカーによる自動車、生産台数は2298万2924台で、 世界の自動車生産台数6956万1356の33.0%を占めている。2013年、アメリカの高速道路安全保険協会による評価では、安全性で最高評価であるトップセーフティピックプラスの基準を満たした22車種のうち16車種が日本メーカー車両であった。2014年、コンシューマーレポートは、 ブランド別の信頼度順位を発表し、レイクサス、トヨタ、マツダ、ホンダの順に日本勢がトップ4位まで独占した。世界主要国の乗用車販売台数に占める日本ブランド車のシェアは以下の通り。ただこれらのように性能や品質では評価される、一方でトップギアではたびたびつまらないもの、扱いされたりしたように感性に訴えかける領域に関してはダメという。 評価を受けることも、ままり、それは、北米でのサイオンブランド設立の背景にも、上がっていた。現在は、日産自動車と、三菱自動車が、ルノー、三菱不桑が、ダイムラーの参加に入っているほか、過去には、スバル・スズキが、ゼネラルモーターズ、マツダが、フォードの参加であったことがある。四輪車、二輪車、戦後における、日本車の本格的な海外輸出は、 1949年、昭和24年12月1日の外国為替及び外国貿易管理法及び輸出貿易管理令を経て、さらに翌1950年、昭和25年4月の自動車の等価格の廃止をもって原材料の調達、生産、販売、値付けに関する一切の規制が取り払われ、自由化がなされるまで待たねばならなかった。また、自動車業界側は、 1949年4月に自動車輸出振興会を設立し、トヨタ社長の豊田喜一郎を会長に据え、輸出再開の準備を進めた。民間輸出業者に続き、メーカーも海外輸出を再開したが、当初の輸出先は、本土復帰前の沖縄、台湾、タイ、ブラジルが主であった。当初は、第二次大戦後の世界で普及途上であった一方、 軍用車両生産によって日本での製造技術蓄積が進んでいたディーゼルエンジン搭載の大型トラックバスが輸出の主力であった。純粋な輸出による増産ではないが1956年から始まった US Army Procrement Agency in Japan APA 特需も生産技術の向上には好機となった。より外貨の獲得に有利な対米輸出は 1957年のトヨタのクラウンとランドクルーザーから始まった。当時はまだ技術力が低かったため、クラウンはオーバーヒートや焼き付き、操縦安定性の欠如、糖化類の消毒不足などで、市場不適合の落印を押され、改良の甲斐もなく、早々と輸出中止を余儀なくされたため、設立当初の米国トヨタ、元は、ランドクルーザーのみに名脈をつなぐという、 危機的状況に追い込まれた。その後各メーカーは欧米の技術を徹底的に模範、研究することで次第に評価が高まっていった。オイルショックや大気汚染問題が深刻化した1970年代にホンダによって CVCC が開発されるとその高い技術力や少年費性に注目が集まるようになり世界での評価は大きく高まった今では燃費の良さや 工作精度の高さによる故障の少なさ、そして安価であることが評判となり、世界各国で高い人気を得るまでになっている。国交のない北朝鮮や、イン政権時代のイラクにも、商社を通じて、輸出、主にトヨタハイラックスや、同メーカーハイエースなど、ピックアップや、大人数が乗車可能なワンされていい。チャド政府軍隊リビア軍、反政府軍による、チャド内戦や、 イラン・イラク戦争の際は、両軍ともに日本製のトラックや四輪駆動車に銃砲類を搭載した簡易戦闘車テクニカルを大量入りして戦闘を繰り広げ続にトヨタ戦争とも呼ばれた。ロシア連邦や東南アジア、南アジア、西アジア、アフリカ諸国など多くの国に日本で使用されていた中古車が大量に輸出されており、ロシアやモンゴル国などでは 右側通行にもかかわらず右ハンドルのままで使用されている。特に商用車などは日本語の看板が描かれたまま使われているものも多い。また、日本車に限定されるものではないが、盗難車の輸出も増え続けている。これには自由貿易港を持ち、ジュベル、アリフリーゾーンでもあるドバイが存在する限り、有効な対策はないと言われている。イギリスやアメリカなどでは、 スカイライン GT-R やランサーエボリューション、インプレッサ WRX などの一部のスポーツモデルがカルト的な人気を誇っている。また近年特にアメリカ市場ではいわゆる25年ルール、外国製車種のうち製造後25年を経たものは制限なく輸入、使用が可能が1990年代も除外対象になってきたことから日本のバブルの高性能車から 軽自動車車まで様々な中古がが輸出されるる。事象が発生しているブラジルでは1990年代まで国策により輸入車の販売が原則禁止されており、トヨタが一部車種を現地組み立てするに止まっていた。しかし現在は輸入車の販売が解禁された上に、ホンダ技研工業も現地生産を開始し、さらにフレックス燃料車を発売したのを皮切りに、 トヨタもフレックス燃料車の生産販売に参入した。アメリカ市場での市場シェアは約35%と高い。カリフォルニア州に限るとシェアは45%になり41%のアメリカ車より高いシェアを記録した2006年。アメリカメーカーはピックアップトラックが販売の中心になっているのに対しセダンや SUV では日本メーカーがリードしている。 2007年、全米最大の新聞である USA o d a y 氏が発表した過去25年間に最もインパクトのあった自動車では、1位、トヨタカムリ、1992年型、3位、トヨタプリウス、2001年型、7位、レクサス LS400、1990年型など、トップ10のうち6車が日本車であった。ヨーロッパにおいては、 市場シェアは約13.5%であり、1999年の11.7%から増加している。特にイギリスでは18%近くのシェアがある。ドイツでも輸入車としては最も高いシェアがある。近年、トヨタ自動車が欧州での販売台数を伸ばしているのに対し、日産自動車は大きく落としている。オーストラリアでは50%近くのシェアがある。 現地工場を持つトヨタが、全、アメリカ、欧州、日本、韓国メーカーの中でトップシェアである。また、かつては日産や三菱も現地生産したこともあった。韓国では、1988年に自動車の輸入が自由化されたものの、輸入先多変化、多角化制度と呼ばれる、事実上の対日輸入禁止品目において自動車が指定されていたために、 日本製自動車に限っては輸入、販売が禁止されていたが、その間にも、現地メーカーにより、三菱車や松田車、鈴木車などをはじめとした多くの車種が、現地生産されていた。日本車の販売は、同制度が1998年6月をもって、撤廃された後に開始された。日本車に乗ることに対する、心理的な後ろめたさがあるとも言われたが、2005年以降は、レクサスが、 輸入車販売の第一位となっているほか、ホンダやインフィニティの販売も好調である。近年は、米韓自由貿易協定により、米国製日本メーカーの車も徐々に増えてきいる、トヨタカムリ、トヨタシエナ、日産、アルティマなど。台湾、中華民国でも21世紀に入るまでは日本を、含むアジア製やオーストラリア製の完成車輸入を禁止していたため、日本のメーカーは、 現地企業と合弁で KD 生産に力を入れていた。中でも日産のモデルを生産していた広高技社、ユーロンは1960年代から創業を始めている。中国では2008年の日本ブランド、現地生産者と日本からの輸出者の合計のシェアは21%で外資としてトップである。インドではマルチ続き、 鈴木の子会社が60%近いシェアを握っている。前述のように、1960年代以降、日本製自動車は世界各地に輸出されていたが、日本の自動車生産台数が世界一になった以降の1980年代後半頃から、いわゆる貿易摩擦、ジャパンバッシングの激化や円高、相手国の政策上の都合、関税、輸入制限などなどにより、 トヨタや日産など主要なメーカーでは、アメリカヨーロッパ、南アメリカ、中国、台湾、ASEAN といった世界の主要な地域に現地生産工場を設立し、日本から技術が移管されて、現地で日本ブランドの自動車が生産される割合が多くなっている。当初は日本から主要な部品などを輸出していたことが多かったが、やがて主要な部品の現地調達率も高まりつつあり、 外国拠点の主導で改良、設計された車種も現れるようになった。外国拠点で生産された一部の車種は日本にも輸入されている。アメリカ合衆国では、チューンアップした日本車、スポーツコンパクト、スポコンを、ライスバーナー、ライスバーナーあるいはライスカー、ライスカー、日本のオートバイメーカーのスポーツバイクを、ライスロケット、ライスロケットと呼んでいる。 日本車をテーマの一つにした映画、ワイルドスピード、現代、ザ・ファーストザ・フューリアスは、アメリカを中心に、全世界でヒットし、シリーズ化されている。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。